三重交通伊賀営業所は三重県名張市にある三重交通の営業所、伊賀観光営業所を併設している。伊賀品川高速線現在は三重交通の単独運行となっているが関東側では京浜急行バスも予約、発見業務を行っている。これは1989年の開設当初は京浜急行電鉄と共同運行を行っていたからである。 名古屋上野高速線上野産業会館撮影伊賀、大阪高速線伊賀京都高速線基京が丘線、目がドンキ2位名バリ店へは平日のみ、乗り入れ鈴蘭大船ナバリ成功前、目がドンキ2位名バリ店へは平日のみ乗り入れユりが、丘線梅が丘線ナバリ市役所へは平日のみ、乗り入れ合わせん大山田温泉休館日は、この出口で折り返しして、大山田温泉に乗り入れしない、 赤目線なばり駅前行きは、最終便の一本のみ、運行赤目共和地形線とも生線夢が、岡地区内は上り、下りともに、半時計回りで運行する。2020年4月1日より、夢が岡城水上に乗り入れる。ソニ共和地形線筒子が岡線2017年4月10日から5月1日の間、中部運輸局に運行計画の変更届を、 行わずに、筒じが大線を運行したため、同年10月に運輸局より、行政処分を受けた。玉滝線2012年4月1日より一部の、便は、アピタイが上野店へ乗り入れている。杖線かつては、杖本線として、杖駅前まで乗り入れていた。新道駅南口伊合所は現在廃止され、行政バスにて大体諏訪、与野線諏訪線はかつては、三鷹柱線として、 丸柱地区や滋賀県高架島で乗り入れていた。現在は、三田坂バイパス経由に成りにしみからルート変更され、大谷イスはあすは下での運転。2020年4月1日より土日祝日運休の、上与野線と統合され運転開始。奥津線、西山、島ヶ原線破っちゃ、ランド休館日は破っちゃ、ランドに乗り入れしない。 2020年4月1日より非祝日運休の上で西山線と島ヶ原線を統合して運行開始。月瀬線県境を越えて奈良市の月ヶ瀬地区に乗り入れる路線で石田、桃香野口間は奈良交通の94.95を系統と並行している。南山城線全線が京都府相良郡南山城村を走行する。上野天理線2012年4月1日の ダイヤ改正で、上野山添線と統合し、上野国道山添間を軸に系統を再編。国道山添までが補助対象区間となる。上野名張り線一部のみ、上野市駅止まり切りが、岡線2012年4月1日のダイヤ改正で、平日の日中のみ、羽東まで延長運転される。名古屋上野線を、名張り北部まで延長見え交通。 オリジナルの2007年10月6日時点におけるアーカイブ。 h、yeah. an. t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 0 0 6 1 2 0 7 4 3 h t t p w w w s a n c e o c o j p c a n p a c 2 n e w s i m g r e l a s e 0 6 1 2 3 p d f 2 0 1 1年9月19日閲覧 名古屋上野高速バス平成23年4月より参考伊賀車庫からご利用いただけなくなっております。三重交通。2011年10月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年10月12日閲覧。伊賀京都高速線のダイヤ改正と新停留所。道の駅や山新設について三重交通2017年8月7日。ダイヤ改正情報。 2018年5月26日閲覧。伊賀京都高速線。2018年5月26日閲覧。伊賀京都高速線の路線廃止について、平成27年度地域間、感染系統確保維持補助金の交付路線令和2年4月1日実施のダイヤ改正について中部運輸局30交通のバス使用停止道路運送法に反し運行以前、 新聞2017年12月25日閲覧、三重交通バス時刻、運賃案内、ダイヤ改正情報2011年7月17日、閲覧。ありがとうございます。